13日金曜日、磯見利平のライブ配信を開始いたしました。今日は乱戦でもって江戸を飛ばすという話をしております。私ここに用意しましたのがこちらですね。カメラちゃん頑張って、うん、こっちの方がいいかな。4回目用意しましたのがストリーミングブリッジというやつです。そうするとウェブプレゼンター、現在オンエアで流れております。でオンエアになっているものをビデオアシストというオートにしないとダメなのかな。オートになってるんだよね。頑張ってくださいね。今日は乱戦でもって映像を流すということの所作をやっております。でオウムとの A10 ミニプロアイソのスイッチャーの背面にあるイーサーネットというケーブルがありますけれども、大元はこちらですよね。イーサーネットの大元というのはこちらのここにあるこれですね。見えますか？見えますよね。反対側になっているので、ここがイーサーネットの差し口、黒い乱線です。この黒い線がどこに来ているかというと、こちらのストリーミングブリッジ、橋は多少する ATEM ストリーミングブリッジということですよね。ここに来ておって、で肝心なのはですね、ここのところをどういうふうに指しているかということ、ウェブプレゼンターでもってというか、これはここをお見せしないといけませんよね。それではカメラをですね、こちらに切り替えます。マルチカメラでやってないですから、もうシングルで持ってやってますんで、なかなか言うことを聞いてくれない部分があるんですけれども、 2でどうでしょうか。これですね、これは ATEM ソフトウェアコントロールというのがありまして、このスイッチャーのところの出力、ここにありますよね。ライブ配信という形で出力で、これがストリーミングブリッジに配信をしておるということなんですよ。オンエアされているということで、普通はこの ATEM ミニプロ ISO というので、ここのところに YouTube とか Facebook とかしてるんですけども、現在こちらの ATEM ミニプロ ISO は出力はこのこちらにしておると、 ATEM ストリーミングブリッジに何かけておるということなんですよね。はい、そこまでいいでしょうか。そこまでは、この4カメ、これでどうでしょうか。これですね、これに ATEM ミニから流されてきて、イーサーネットで動画流されてきているということですね。乱線で、乱線で流されたものを今度はアウトということで、ここに SDI アウトというのがありますね。この SDI アウトというもので、こちらのウェブプレゼンターの方のインの方に橋渡しをしました。でこちらの方のこれですね、かっこいいでしょう。この形はね、オンエアになってまして、ストリーミングが 9.2 メガ BPS パーセックで流れてるということ、それからこれは配信が受けてるよということで、それでですね、ここで受けたものを今度は向こうのこれですね、3カメですかね、これですね、このカメラで捉えてるところのこちらビデオアシストっていうやつで録画をしておると、データを吸い上げてそれを配信もこちらですよね、オンエアしているということで、現在 YouTube の方に、あ、配信はこちらかな、ウェブプレゼンターのデータでやってるから、このこれはですね、ちょっとお見せしますね。どういう形でいけるか、1カメですよね、1カメで、これですよね、この後ろ側にあるのは日光の彫刻ですからね、まあ歴史があるものを背景にしてライブ配信を行っておりますけれども、こうきますよね、こうきまして、ウェブプレゼンターっていうのが今消えましたね、まあちょうどいいですね。これで OK をして、
こちらのこれ、ATEM セットアップの隣にあるブラックマジックウェブプレゼンターセットアップ。ここでオンエアしてるんですよ。ここでオンエアしたものが、オンエアしたものが、こちらのカメラの方だと2画面なのかな ?2 画面に切り替えますね。こちらがオンエアになってるけど本当に流れてんのっていうことですよね。それはこちらでも確認できるんですよ。これですね。これが流れておるという。これで大きくなりますか。音が これですね。これはライブでもって今音声はミュートされてますからね。ここでいうような絵でございますけれども、皆様お分かりになっていただけたでしょうか。今このですよね、ウェブプレゼンターのオンエアを表示しております。そして ATEM ストリーミングブリッジという流れのものでございます。まあちょっと駆け足で、まあこういった形で毎日映像を楽しんでおるという流れでございます。今映しているのは iPad からのブラックマジックのカメラからレンズ 13mm、 これを大きくするとこれが 28mm、 そしてこれはフロントですね。私のカメラが顔がこう映るかと思うんですが、こういう感じでライブ配信を行っております。まあね、情熱を尽くしてやっていくということで物事は成就しますよ。私もこれだけ機材を揃えてどう使えばいいのかというのが最初は分かりませんでした。この ATEM ストリーミングブリッジなんかは、これはね、まあ実際現場に行って使うというよりも、映像が LAN 線とか LAN ケーブルでもってストリーエーサーネットでもって送れるよということをテストするような意味合いを込めたデバイスでございますね。ブラックマジック社がこの ATEM ミニプロ ISO というものと同時に発売したものですから、それはそういった認識で私は捉えております。ですからこれを現場に持ってって、実際ですね、LAN 線これいくら遠くても大丈夫ですんで、その役目は果たしますよ。 LAN ケーブルの長いやつを持っていけばミニが近くになくてもできるとは思うんですけれども、まあしかしながらこういったことでデジタルを自分のものにして、実際私のライブ配信という形にさせてもらっているということは本当にありがたいことでございます。もう時代がそうさせてくれているということですよね。なんちゅうか、いろいろやってみて、ダメなものはダメ、いいものはいいというような、そういうことで私も1回目テイク2でもって流しておりますけれども、これでライブ配信は終了とさせていただきます。それではご愛聴いただきまして誠にありがとうございました。失礼いたします。